演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーの47都道府県代表お菓子、兵庫県代表加古川かつめし味を食べたいと思います。かつめしも行ったことあるんですけど食べたことはないですね。岡山のエビ飯と同様、これも気になりますね。それでは、はい、中身はなんかこちらのタイプのバーディー札幌ポテトは今回の代表菓子の中で初めての気もしますね。どんな味なのでしょうか。ではいただきます。はい、ソースの味がしっかり札幌に勝っていますよ。この調子で目指せトップですね。一口目を食べた瞬間から口の中で甘めのソースの風味がぐわっと広がってきましたね。このタイプの札幌ポテトの方が中の素材の味を感じやすくて自分は好きなんですよね。それに食べ応えもありますし、もちろん細長い方も美味しいんですけどね。なので最初から最後までソースのうまさを余すところなく堪能することができてよかったです。本当のカツも飯も食べてみたくなりました。というわけで興味をそそってくれた本当に嬉しい商品なので、こちらのペーストとさせていただきます。それでは夕立ちの死と向き合うかな、この心。夕立ちに何かあったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。